19時にガチャ詳細出なかったですね。残念。なんか私今日ツイッターで今日の夜7時に原神のキャラの情報、ガチャピックアップの情報が出て、日曜日に武器の詳細出るんじゃないかなって予想してた。ニーローがさ、先にガチャの情報が出て1日遅れで武器の情報出たじゃん。聖剣の鍵。まあ、だから、そうなんかなって予想しててんけど。すいません、外しました。原神情報のタイミング意味不明だから。まあ、それはそう。いや、原神あるあるなんだけど、海外だと情報が出んのが早いんだけど、日本だと情報出んのちょっと7分ぐらい遅れたりする。ちょっと面白い。いや、八重美子とかあれだよね。原神の今までの情報発表で一番神だったのは八重美子かな。全世界一律で新年の1月1日に八重美子の情報出たんだよな。あの、この立ち絵だよ。立ち絵立ち絵、こういうキャラの立ち絵出るじゃん。で、あれは基本的にバージョンのアップデートが来る2日前に、例えば 3.1 のアップデートのが来る2日前に 3.2 のキャラの立ち絵が出るね。だけど八重美子だけ特別で1月1日で出た。新年2022年1月1日からもう八重美子トレンド入りしたから、もう世界中でもうわーっつ、こういうの粋だよね。テンション上がっちゃったもん。1月1日八重美子発表もあーってこういうのはね、本当にね、神だなって思っちゃった。テンション上がったもん。原神の情報を解禁する人たちさん、ツイッターのトレンドとかを掌握する能力に長けてるなって思ったら、小夜のお年玉で、別にお年玉ではなくない？エモかったわ。1月1日八重美子。確かに新年といえば、日本だと新年といえば、初詣。で、初詣に巫女が出てくるのは確かに解釈一致だし、すごい粋でしたね。今までの情報解禁でも一番興奮したかもしれない。八重美子1月1日は。みんなツイッターで興奮してたもんね。いいわ。最高だわ。